はい、それでは次の LT いきたいと思います。はい、色を変えた Google マップスのキャプチャーと行動を自動生成するツールというタイトルで、株式会社ドライブのデザイナーの笠井圭司さんにお話しいただきます。笠井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社トライムの笠井と申します。今回色を変えた Google マップスのキャプチャー行動を、ちょっとマイクに口を近づけて持っていただいても大丈夫です、はい、自動生成するツールを作成しましたのでご紹介させていただきます。自己紹介から、私、笠井圭司と申します。今このツイッターのアカウントにこちらのスライド URL、お送りしているので、そちらから、ジェネレーターの URL も確認いただけると思います。一応会社の紹介なんですけど、こういうサイトを作っています。ブランド、ファッションブランド系が多いです。で、本題なんですが、いつも困っていたこと、コーポレートサイトでよく見るこういうカラフルなものをいろいろ作りたいなと思いまして、すごいシンプルなものでしょうがないんですけど、作りたいなと思いまして、ジェネレーターを作りました。こちらのジェネレーターがこちらになりますね。今回ちょっと5分で短いので全部は説明できないかもしれないんですが、こちらから、URL を叩いていただけると、ジェネレーターのページに飛んでいただけると思います。ここに表示されて、ちょっと全部表示されてないんですけど、マップのキャプチャーとソースコード HTML でダウンロードできるというツールです。こちらでサイズを変えたりとかですね、でカラーを変えたりとか、ズームレベルを変えたりとかですね、で全体の調整で再度変えていただくと、よくあるこの白黒のマップが簡単に作れるという感じのツールになります。で、コントロールの表示、全部表示されてないんですけど、ちょっとサイズを変えさせていただいて、コントロールの表示のところで、ズームのこちらの切り替えですとか、ストリートビューのアイコンの切り替えですとか、こちらの方を書いていただけます。で、個別にラベルのアイコンの表示、表示や、ラベルテキストの表示、表示のところ切り替えられるツールとなっております。それで、すみません、本当になんかただの説明なんですけど、例えば全ての形状を真っ白にしていただいて、ラベルアイコンの表示で、路線の色だけ、じゃあピンク色にしてみようとか、こうやっていただくと、こういうマップが表示されてですね、ということになります。でこちらの方をダウンロード、キャプチャーのダウンロードとソースコードのダウンロードが可能です。でキャプチャーこういう感じで JPEG でダウンロードされます。こちら確認用で、一応社内確認用とかで使っていただければなと。で、ソースコードの方なんですが、HTML 形式で一応書き出すようになっておりまして、そうですね、 Google の、純正の Google マップ API を使って書き出すようにしております。でこちらの方、API キー入れていただいて、API キーは自分で取得したやつを入れていただいて、保存して、プロとかしていただければ、こういうふうに、作成したマップを簡単に表示させることが可能です。デモは以上になります。いろいろ機能があるので、URL 叩いていじってみていただければなと思います。こちらのツールを作るにあたって参考にした Google の URL ですね。注意点1点ありまして、Google Maps のキャプチャー画面というのが、ライセンスそのままキャプチャー、マップスのキャプチャー画面をウェブサイトに入れたりとか、商業の印刷物に載せるとライセンス違反になってしまいますので、
表示確認用として使っていただければなと思います。で、あと一応弊社では最後に今ディレクターさん大募集中なので、もしよろしければあのデザイナーも募集しているので、今目黒のオフィスに移転したので、もしよろしければお声掛けください。すいません、なんか宣伝が入っちゃって。以上です、ありがとうございます。